はい、ガジマルです。またまたゲオモバイルの危険な iPhone が届いたので一緒に見ていきましょう。ゲオモバイルの1円の iPhone はうかつに手を出すと危険です。それに Google ストアの Pixel 9の下取りの iPhone は今回は全く優遇されていないのでちょっとショックです。ゲオモバイルの iPhone の何が危険かというと、中古 iPhone で一番重要なところはバッテリーの消耗具合ですよね。ゲオモバイルの注意書きのところにバッテリーの寿命、消耗具合については分かりかねますと書いています。通常キャリアの認定中古品だと 80% 以上の iPhone が届くんですが、ゲオモバイルは 80% 未満も普通に送ってきます。 80% 以下だと通常使いはかなり厳しくなると思います。それに経年劣化のところに通常の使用に影響のない程度の液晶画面のドット落ちや軽度のバックライト起動値、消耗、それに通常の使用に耐えうる程度の輝度ムラと書いています。どれも届いたらかなりショックな内容です。これは視聴者の方に教えていただいたのですが、極めつけはネットワーク利用制限が三角の場合もあると記載しています。三角というのはまだ支払い途中ということです。 iPhone11 前後だともう支払いも終わっていると思うんですが、ネットワーク利用制限が三角も届いたらショックです。使っていてやっぱり売却しようと思った時にかなり減額されます。それでもいいという方はゲオモバイルの激安 iPhone おすすめです。それで今回購入したのは iPhone11 の状態 B の 64GB になります。他社からの乗り換えで一括1円、新規契約で2200円、 au ポポからの乗り換えは 13,200円となっています。それではどういった iPhone が届いたのか早速見ていきましょう。中古 iPhone は本当にガチャですよね。当たりが出るのか、それともゴミみたいなのが届くのか、すごく楽しみです。今回は機種変更ですが、新しい SIM に切り替えなくてはなりません。回線切り替えの手続きの用紙が入っています。それに新しい SIM カードも入っています。最後に気になる iPhone です。箱や付属品はもちろんなくて、iPhone がそのままプチプチの袋に入っています。それではどのような状態か確認していきましょう。今回はパープルを購入しました。何か新鮮でいい色です。パッと見た感じはすごく綺麗です。背面は傷なしです。気になるのはレンズ周りですね。大体の中古の iPhone はレンズ周りに傷があります。側面はというとライトニング周りに少しの傷があるだけで綺麗な状態です。ぐるっと見ていきます。それからディスプレイはというと、パッと見た感じ傷なしで、これは当たりかと思ったら左下にディスプレイの欠けがありました。状態 B なので仕方がないですよね。それと下側のディスプレイと側面の間によくわからない汚れがあります。アップにするとこんな感じです。サビなのか、なんか嫌な予感です。電源をつけてみてもドット抜けやディスプレイの不具合もなさそうです。アクティベーションの時に一度アクティベーションできませんと出てきたので焦りましたが、なんとか起動できました。最後に一番気になるバッテリーの最大容量はというと、最大容量は 78% でした。 80% 以下のハズレです。それにお使いのバッテリーが著しく劣化していますのメッセージがあって、バッテリーのところに修理と出ています。バッテリー交換してくださいということです。ゲオモバイルは 80% 以下の iPhone が届くので、通常使いはやはり厳しいかと思います。はい、ということで今回はゲオモバイルの1円 iPhone 買ってみたでした。いかがだったでしょうか。ガジェマル的にはやはりゲオモバイルの激安 iPhone はおすすめできないです。リスクの方が大きすぎます。何か日常的に使わないとかスポット的に必要など使う用途が決まっていれば激安なのでおすすめできます。それ以外の方はうかつに手を出さないでください。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC、ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。